ようこそ皇室ジャパンへ。国賓として英国を公式訪問された天皇陛下と皇后陛下、ロンドンのバッキンガム宮殿で開かれたチャールズ国王夫妻主催の晩餐会では、皇后雅子さまの頭上で輝く第2ティアラに注目が集まりました。英国王室のカミラ王妃も巨大なルビーが輝くティアラでお二人を迎えられました。きらびやかで目を引く宝飾品には英王室の思いが込められていたと記者は振り返ります。晩餐会に臨まれた皇后雅子さまの頭上で輝いていたのは、歴代の皇后に受け継がれてきた菊をモチーフにした第2ティアラでした。上皇さまがご結婚された際に香淳皇后がつけていたもので、菊の細工が美しいティアラです。英国王室のカミラ王妃が着用されていたティアラも目を見張るものでした。記者によると、それは96個のルビーと豪華なダイヤモンドがあしらわれたバーミーズルビーティアラだったそうです。故エリザベス女王を継いだチャールズ国王の戴冠式を経て、エリザベス女王の宝冠や宝物もカミラ王妃へと引き継がれました。バーミーズ・ルビー・ティアラはエリザベス女王が1970年代に制作させたもので、目を奪われるようなバーミーズ・ルビーは世界で最も美しいルビーの産出地として知られるミャンマー・モゴック産です。結婚のお祝いにミャンマーから贈られたもので、インドの王族から贈られたニザームティアラから外したダイヤモンドを使い、新たに作られたものだそうです。英国王室の紋章である赤に白の花弁が重なるチューダーローズのバラの意匠がルビーとダイヤモンドで表現されています。英王室と英国民にとって宝飾品への愛情は日本とは比較にならないほど深いと記者は指摘します。王室はもちろん、貴族もそれぞれ名称のついたティアラやネックレスなどの宝飾品を所有しており、誰が所有しどのような歴史的な由来を持つものなのかといった点が重要視されます。そして英王室のメンバーがどの場面でどのティアラやネックレス、ブローチといった宝飾品を身につけるかが国民の関心事となっています。カミラ王妃が今回の晩餐会で白いドレスとルビーのティアラを選ばれたのは、日本の国旗をイメージしたもので、招待国への敬意だろうと見られています。最高峰のピンクダイヤは雅子さまへの敬意でもありました。晩餐会に先立つ歓迎式典でも、天皇陛下と雅子さまへの敬意と歓迎の姿勢がうかがえました。式典では「君が代」と同様の「さくらさくら」が演奏され、チャールズ国王は天皇陛下とカミラ王妃は雅子さまと同じ馬車に乗り込み、バッキンガム宮殿へ出発されました。大通りザ・マルをパレードする馬車で、チャールズ国王と天皇陛下が顔を寄せて親しく話をされる様子は心温まる光景でした。カミラ王妃はこの歓迎行事でも特別な宝飾品を身につけておられました。エリザベス女王は膨大な数のブローチをコレクションしていましたが、カミラ王妃もさまざまなブローチを身につけてメッセージを伝えることで知られています。この歓迎式典でカミラ王妃が身につけたのが世界的に有名なウィリアムソンのピンクダイヤモンドのブローチです。ウィリアムソンダイヤモンドブローチもカミラ王妃がエリザベス女王から受け継いだコレクションの一つです。中央には1940年代にエリザベス女王の結婚祝いとして贈られた23カラットのピンクダイヤモンドがあしらわれています。原石は54カラットで、タンザニアのウィリアムソン鉱山から産出された世界的に有名なピンクダイヤモンドです。汽水栓がモチーフといわれる5枚の花弁、そして茎と葉にはホワイトダイヤモンドが散りばめられています。エリザベス女王はこの豪奢なブローチを重要な公務や特別な日に身につけることで知られていました。チャールズ国王の胸のポケットチーフは淡いピンク色でしたから、ピンクダイヤモンドと合わせたのでしょう。歓迎式典で演奏された曲目も「さくらさくら」でしたから、ピンクダイヤモンドを桜に見立て雅子さまへの親愛の証と見ることができるでしょう。きらびやかな宝飾品は多くの人の目を引きつけるとともに、身につける人が込めた思いやメッセージも届けてくれるようです。いかがだったでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。今回は以上となります。あなたの感想をコメントでお寄せください。この動画に対していいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、動画を見逃さないようにチャンネルの登録をお待ちしています。それではまた会いましょう。